はい、こんにちは。今日も習慣のお話をしていきます。習慣作りの第一歩、20秒ルールというお話をしていきます。はい、昨日から、習慣化していくことって大事ですよとコーチングをしている中で気づいた、言語化、話せるようになること、可視化、見えるようにすること、そして続けることの習慣化、この3つがやっぱり大事だっていうお話をさせていただきました。で、今回は YouTube を通して皆さん自身がコツ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 とやり続けていくための習慣化のテクニックをお話ししていこうというふうに思っています。で、今日はその1本目の動画になるんですけれども、20秒ルールという、お話になります。で、これは誰が見つけたかというと、ハーバード大学のショーン・エーカーさんという方が幸福優位7つの法則というものを、紹介しています。で、その中で新しい習慣っていうのを身につけるときには、その行動をすぐにできるようにしておくことっていうのが大切ですよっていうことを書かれているんですね。で、例えば気合でやるぞって言っても、朝起きて、ああ眠い、でも俺は気合でスカッとやるんだ、うわーってやったとしても、どうしても前日の残業の疲れがあって、朝起きてまだあと10分寝れる、まだあと5分寝れる、あともう1分っていう時ってどうしても出てくるんで、メンタルってムラがあるんですよね。だからアニマルさんみたいに消えだ消えだ消えだみたいな感じにはどうしてもいかないわけなんですよ。時にはもう体がどんだけ脳が命令しても動いてくれない時っていうのはあるわけなんですよね。だからできる限りそのスタートするまでの面倒な部分っていうのを取り除いてシステム化してしまうっていうのが20秒ルールっていうお話になります。はい。で、例えばじゃあどういうことなのかっていうと、ショーン・エーカーさん自身は朝起きてジムに行くための習慣化を身につけるためにトレーニングウェアを着て寝るっていうことをしたそうなんですね。そのジムに行く用のスニーカーを玄関に用意しておくと。だからもう朝起きて、で、まあ、何かしらの身支度をして、もうスッて履いてそのバーンって出ていくっていうような状態を作ってしまったってことなんですね。覇者の着ないんですよね。これ斬新ですよね。はい。それから著書の、今回の紹介元になっているメンタリスト DAIGO さんなんかに関しては、もう YouTube とかニコニコ動画を続けていくために、もう簡単に iPhone で撮影をして、でそのままアップすると、もう編集の手間なんかかけてないわけなんですよね。そのまま上げれるようなものにしているということです。はい。で、20秒っていうのはあくまで目安なんで、結局何秒でもいいから手間さえ省ければそれは問題ないです。で、もっと言うと、じゃあ例えばさっきのショーン・エーカーさんに関しては、ジムに行く手間を省くためにトレーニングウェアを着て寝ました。で、さらにそのトレーニングウェアを着てる他に何か削れる作業って何かないかなっていう、もっと簡単にもっと楽にもっとやりやすいやり方ないかなっていうことをどんどん探していくっていうことが大事になってきます。なので極力自分にとってのちょっとでも嫌だなって思う部分をどうやったら省けるかなっていうものを探して、でそれを実際に行動に移していくっていうことが大事ですっていうことなんですね。僕なんかも今こんな格好してますけど、なぜかっていうと筋トレをさっきまで隣の部屋で自重トレーニングでずっと腕立てをしてたんですよ。僕なんかも朝起きるか、もしくはお風呂入る前に今筋トレを毎日やってるんですけれども、すぐに筋トレができるようにマットレスを引いて、でプッシュアップバーっていう腕立て伏せ用のバーがあるんで、それを持ってもすぐにやれるようにやったりとか、あるいはマットレスの横にダンベルを置いてるんですよ。でダンベルを持ってすぐにね、上腕二頭筋とか上三頭筋とかを鍛えれるような状態っていうのを作っているというような感じなんです。これを一回一回しまってまた取り出すくなってしまうと、筋トレをやるのにその準備や後片付けの手間っていうのが嫌になってしまってやめちゃうから、もう用意したままにしてるわけなんですよね。で、反対にですよ、今の習慣を身につけるお話だったんですけど、皆さんがやっててこれやめたいなって思うものがある場合に関しては、これ逆に使えるわけなんですよ。例えばテレビをついつい見すぎてしまう人なんかっていうのは、もうリモコンから電池を抜いといて、さらにその電池をどっかちょっと分かりにくいところにしまっておくんですよね。はい。あるいはスマホをついつい使いすぎる人だったら棚の上の方に置いてしまったりとか、充電が切れるまで使い切って、で切れたら充電が終わるまで使わないようにしてしまうとかって、で充電が切れてしまったら、なんか5分10分は充電しとかないと、ボタンを押してもね、電池マークが出てきてまだ使えませんぜっていうマークが出てくるじゃないですか。そんな風にしておくんですよね。だからやらなくて
いいこととか やりたくないなって思うものに関しては時間をかけるようにするんですよ、スタートまでの。逆にやった方がいいな、やりたいなって思うものに関してはすぐできるような準備をしておくっていうことが大事になります。これ両方に使えるわけなんですよね、やりたいこととやりたくないことに対して。で、手間暇かけていいのはもう熟成させるための食材ね、お肉とかマグロとかですよ。それからワインやウイスキーのようなお酒くらいですよ。そんなんでいいんですよ、ね、だからやろうと思うことをスタートさせていくために、皆さんが今手間暇かかってるなって思うものは一体何なのか、そしてそれを減らすためには一体何なのかっていうことを見つけるところから始めていただけたらというふうに思います。これが習慣化を身につけていくための20秒ルール第一歩になります。ということで、ぜひですね、皆さんの今手間暇かかっているものは一体何なのか、それを犯人探しして、それを見つけて逮捕して、どっかやって、でやりたいことを始めてみてください。ということで本日の動画以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。次回お会いしましょう。さよなら、バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。